えー、こんにちは、速塾の久保です、まあ、すぐにねお金を稼ぎたいということで紹介してきたこの「みんなの銀行」っていうねアプリのことなんですけども、まあ、このアプリねもう紹介して9ヶ月になりましたね去年の6月からずっとお話ししてきてで私も紹介動画をたくさん作り続けてですねで多くの方がこの「みんなの銀行」っていうアプリを知るようになってそれからあの活動を始めてくださってます。 みんなの銀行は、な、どういうものかっていうと、あの、このスマホの中で決済できるね、本当の普通の銀行の口座アプリなんですよ。お金のやり取りも、ほとんどの銀行とできますし、口座解説も非常に簡単です。特徴は、あの、紹介コードね。まずは、あの、Apple Store とか Google Play Store で、みんなの銀行で検索して、まあ、アプリダウンロードしますよね。で、プロフィールを作るときに、まあ、お名前も入れるんですけども、免許証番号をね、入れてもらいたいんですよ。 あと紹介コードですね私の紹介コードはタイトルのところに貼ってあると思いますでその紹介コードを使ってプロフィールを完成させると,、えーとまあ、通常ね私に1000円あなたに1000円入るんですよで今キャンペーンだと思いますんでこれが1500円1500円になってるかもしくはあ2500円2500円になってると思うんですよだから両方とも儲かっちゃうアプリをダウンロードしてプロフィール作るだけでしかもこれね普通の銀行の口座のアプリなんですけども金融ブラックの方も高い確率で作れてるんですよアンドドデビットカードがこの中に バーチャルカードとして JCB のやつが入りますんで、もうこうやってね、クレジットカード決済に類似したデビットカード決済も可能になるわけですよ。どうですかしかもその他ね、説明しきれないぐらいのサービスがあって、これ新しい時代の銀行だと思いますよ。で、私がやってほしいのは、まず稼ぎたいわけじゃないですか。ですんで、まずはね、アプリをダウンロードして、プロフィールを作って、紹介コードを私に入れていただくんですよ。そうすると今度は、あなたの紹介コードができますんで、その紹介コードを持ってね、周りの方に口ずせで言うとか、 私みたいに動画を撮って言うとかなんかそんな感じで広めてもらいたいんですよねそういうふうにしていくことによって今度はあなたにずっと紹介料が入り始めてマックス30万だったかな30万ぐらいなんですけどもマックス30万に行くまでずっと報酬振り込まれますからねだから日々稼げるんですよ商品作んなくていいし信頼のある金融庁の認可した福岡フィナンシャルグループの上場銀行のアプリですからね文句ないでしょいやこれでもし広められないと もはやネ、ね、ネットビジネスで売れる商品そうなるともうね仕方がないから投資に行ってカモになるみたいなことになっちゃいますんで基本的にビジネスできない人が投資に行ってもこれなかなか勝てないですからねビジネスみたいに投資って甘くないですからまずはこの銀行みんなの銀行のアプリが広めれるかどうかによって自分と周りの人との感応つながっている人の反応を確かめてみてはいかがでしょうかはいじゃあ今回は以上ですありがとうございました